上野義晴はすごかった。強豪武南高校で天才ゲームメーカーとして1年から背番号10をつけ、そのセンスはミランのスカウト陣もうならせます。その後早稲田大を経て横浜 F マリノスに入団、トップ下からボランチに転向し2000年には代表にも選出。そのプレーぶりはまさに日本のレドンド。そして上野といえばこのゴール、圧巻です。マリノスではキャプテンも務め多くのタイトルに貢献。中村俊輔ほかその能力は高く評価されています。引退後公の舞台には全く姿を見せていませんが、今なお忘れがたきプレイヤーとしてサポーターの心に君臨しています。